パピスデンバッシセは、セネガルダカール出身のサッカー選手。スユペルリグのフェネルバフチェに所属している。ポジションはフォワード。2005年、フランスの FC メスに所属する。その後 AS、シェルブールフットボールに、レンタル移籍し、26試合に出場し11ゴールを、記録した。その後にシーズンをメスで過ごした後に LB シャトールに、レンタル移籍した。 2009年12月28日、ドイツの SC フライブルクに移籍した。2010年1月16日のハンブルガー、SV 戦でデビューし、2月14日のアイントラハト、フランクフルト戦で、初得点を挙げた。2009から10シーズン最終節の、ボルシアドルトムント戦では2得点を挙げ、シーズン途中の加入ながら、チーム2位の6得点を記録した。 2010から11シーズンは開幕戦から3試合連続得点を上げ、その後も順調に得点を重ねて、前半戦だけで13得点を記録した。最終的には32試合に出場し、マリオゴメスに次ぐ得点ランキング2位の22得点を記録した。2011から12シーズンも開幕から3試合で4得点を上げるなど得点を量産し、 前半戦で17試合出場9得点を記録した。2012年1月17日に、イングランドのニューカッスルユナイテッド FC に移籍。4月2日に行われた第34節、チェルシー FC 戦では、前半19分に先制点となるゴールを決める。そして後半終了間際には、左サイドから右足で回転をかけたワンダフルなゴールを決め、試合は、 入ッするが2-0で勝利した。2015年3月4日に行われたマンチェスターユナイテッド FC 戦で相手のジョニー・エバンズに対して唾を吐き返したとして7試合の出場停止処分を受けた。なお、唾を吐いたエバンズも6試合の出場停止処分を受けた。2016年7月9日、中国、スーパーリーグの3等路脳へ移籍することが 発表された。2020年10月1日、フェネルバフチェと1年契約を結んだことが発表された。2009年8月12日、親善試合のコンゴ民主共和国戦で、セネガル代表デビューを果たし、2ゴールを記録した。2010年10月9日、アフリカネーションズカップ2012予選のモーリシャス戦で、ハットトリックを達成した。ムスリムであり、 2013から14シーズンからニューカッスルが消費者金融会社の女とスポンサー契約したことからユニフォーム着用を拒否しプレシーズンツアーに帯同しなかったが後に着用することで合意し合流した。ありがとうございます。